ということでね、エンディングトークに行きたいと思います。この覆面ぼっちのチャンネル、まあ長いことやらせていただいておりますけれども、当初から夢に抱いていたぼっちーず1000人、友達1000人できるかな、あと少しのところまで来ております。改めまして本当にね、皆様ありがとうございます。まあ僕はあの鬼滅の刃っていう作品に出会ってから、この作品の素晴らしさをお届けしたい、みんなと共有したいっていう思いから、こうしたグッズ展開をたくさんしてくれてる鬼滅の刃でありますから、この YouTube というツールを使わせていただいて、開封動画、レビュー動画っていうのをねメインにさせていただいております。そうしていく中で鬼滅の刃の作品っていうのをより好きになってもらえるきっかけになってもらえばいいかな。あとは見てくださってる皆さんを僕は勝手に友達という風な認識でおりますので、集まってくれてる友達に、いやーこのグッズっていいよね、うわーこれが出たとかさそういうような感じで、本当にこう友達同士で楽しみながら話してるようなね、そういった感覚で僕はさせてもらってるんですよね。あたかもまあ覆面ぼっちという友達とグッズを楽しんで共有してもらえるような感覚になってもらえればいいかなっていうのを、まあずっと初期の頃から言っておるんです。はいまあそれの派生版という形でエンディングトークっていうのもねさせてもらっていて、まあ日常的なことをこうお話しさせてもらって、面白いかどうかわかんないんですけど、皆様にもいろいろ感じていただいて笑っていただいてっていうような感じでの、まあチャンネル作り、僕のこの自然体な感じを、まあ皆さんが楽しんで見ていただければいいかなと思って、ずっとこのようなスタンスでやらせてもらっております。で、僕は動画投稿をさせていただく上で、辛いな、苦しいなって思ったことはほとんどなくて、早くこの友達にね話したい、共有したいっていうところがすごい強かって、今の今まで動画投稿をねコンスタントに上げさせていただいております。まあね、それはもう当初からずっと言ってたことなので、まあ見てくださってる皆さんは大体分かってらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、それがまあ僕の動画スタイル僕のこのチャンネルのあり方じゃないかな。そこはまあ変わらずね、本当にやっていきたいよっていうのも言ってましたし、まあそういうことなんですけど初っ端から何を言い出すんだっていう感じじゃないですかね。大丈夫ですかね。鬼滅の刃が大好きな YouTuber さんっていうのもねたくさんいらっしゃいますよね。僕のチャンネルを見てくださってる方でも、他のね鬼滅愛にあふれたチャンネルをね見てらっしゃる方もたくさんいらっしゃいますよねでね、僕はですね、今までほとんど他の YouTuber さんのチャンネルっていうのもあんまり見てこなかったりとか、あんまり知らなかったっていう部分もあったんですけど、僕の Twitter にねフォローしてくださった鬼滅チャンネルの方たちがたくさんいらっしゃって、キョウさん、ヨコさん、ゲーミングお母さん、まあ、チャミさんですねココチャンネルさん、換気扇を止めるなのおたみさんとかね、ハロハピチャンネルさんとかねそういった鬼滅の刃のチャンネルをされてる方たちにフォローしてくださったおかげでですね、皆さんのねチャンネルを見させていただく機会も増えたんです。はい。でね、思ったことがありまして、キョウさんなんかはねとてもこうスタイリッシュな、煉獄さんに対する熱い思いっていうところをねたくさん語ってらっしゃる方だったりとか、ヨコさんはフィギュアのレビューなんかにねとても熱い思いを語ってくださってる方だったりとか、ゲーミングお母さん、まあ、チャミさんなんかはねとてもユニークなねもう動画全体がすごい面白いね、バラエティに富んだ配信をされてたりとか、おたみさんなんかはねとてもこうおしゃれなね編集、テレビ番組を見てるかのようなねとても明るく元気な
現地へのレポートだったりとかね、開封動画だったりとかね、キラキラしたチャンネル、ココチャンネルさんはね、カナオちゃん一点そのね、意気込みがね、すごい伝わってくるね、配信をされてたりとか、カナオちゃんが大好きなんだなっていうのがね、すごい伝わってくる配信をされてたりとか、ハロハピチャンネルさんはね、もうとっても可愛いお子さんがね、メインでやってらっしゃるんですけど、ハロハロハッピーってねね、とても可愛らしい挨拶から始まってね、でまあ編集のねクオリティもすごい高くてね、とても本当に鬼滅の刃が好きなんだなっていうのがすごい伝わってきて、それぞれでね皆さん特色があって、まあ見ててねすごい面白いな、笑いあり、可愛さあり、癒しあり、熱い思いがあり、素晴らしいなって勉強になるなってね、そんな僕偉そうに評価できる立場じゃないんですけど、こういう僕の動画のスタンスをさせてもらってる僕からして見てると、本当にねこの方たちっていうのはすごい楽しい、面白い、思うんですよ動画を見てて。でね、この方たちに共通するところっていうのがあって、皆さんね花があるんですよ。花、花ってあのそこら辺に咲いてる花じゃないですよ人をね引きつける魅力がこの方たちにはあるんですよ。キラキラしてるこの方たちは。そう考えた時にね、この僕のチャンネル花なくない花なくない。僕ねいつも異質なチャンネルだって言ってるんですよ。アンダーグラウンド的なね、そこらのこのね、鬼滅チャンネル界隈ではまだちょっとねかけ離れた存在だっていつも言ってるんですけど、やっぱりね、あの花のある方たちってねすごいんですよ。僕にもやっぱり花が欲しいなと思って、ハロハピチャンネルさんのねハロハロハッピーっていう感じができたらいいかなと思って、バイバイってね、あの両手であの最後エンディングを迎えるんですけど、やってみてね、あそれ違うなってあそういうことじゃねえよなってあの思ってるんですけど、あの面白いですよ、こういうところに重きを置きたいっていうのがはっきりとね視聴者さんに伝わってくるような動画作りをされてる。僕の動画スタイル、こういう風にお届けしたいよっていうのはもちろんあるんですけど、今挙げた方たちと同じような領域にはいけないですいけないんですけど、そういったね掲げているところをより突き詰めていきたいなって本当にねこの方たちを見て思ったんです。今挙げさせていただいた方たちもきっと皆さんを楽しませたいっていう思いで、いろんなこう方向からね動画を配信されてるとは思うんですけど、そう考えるとね、同じ鬼滅の刃っていう作品にフィーチャーはしてるんですけど、皆さんそれぞれでね独自の方法でその鬼滅の刃っていう作品に対して盛り上げていこうっていう気持ちがねすごい現れてるな。やっぱそれだけねたくさんの方に愛されてる作品なんだなって思うんですけど、鬼滅の刃の動画配信されてる方たちも同じ作品に向かってね、みんな多方面からこうね向かってっているっていうところを考えると、同志、仲間、友達もうね勝手に、あそれも勝手に言ってるんですけどね、なんかそう考えるとねすごい嬉しいですよね。見てくださってる方ももちろん鬼滅の刃大好き、動画配信されてる方もそれだけ鬼滅の刃の作品が大好き、やっぱりね鬼滅作品が大好きな人たちでバーンとねもう集まってさ一つの一個体のこう集団として、やっぱ鬼滅の刃にね皆さん救われてる部分ってたくさんあるじゃないですか。なんかねそこでこう恩返しじゃないですけど、見てくださってる方、配信されてる人たちっていうのが鬼滅の刃の作品に対してねこうありがとうっていう気持ちをね伝える
ことができたら、鬼滅グッズの制作に携わっている方、イベントの主催をいろいろ考えてくださっている方、ワニ先生といったところにね、たくさんの方たちの思いっていうのをいつかね届けられたらいいな。その発起人が僕になるかどうかは僕じゃできないんですけど、なんかねこう感謝の気持ちを一丸となってこう伝えるっていうのもなんかねできたらね、本当にそれ以上の喜びないと思うんだけど、なんとかなんないですかね。いや、それぐらい僕は鬼滅の刃の作品に出会ってから人生がガラッと変わったっていうのもあるんですけど、同じようにね思ってらっしゃる方もたくさんいらっしゃいますからね、直でねそういった方たちにこう伝えられる機会があるとね嬉しいなとも思いますしね。でも何回も言うけどね、ハロハピチャンネルさんめっちゃ可愛いんですよね。ハロハロハッピーってね、あれ僕さ、オープニングとかエンディングとかでもなんかそういうちょっとキャッチフレーズ的なところをね、やってもみたいなって思うから、なんかちょっと教えてくれない？どんな感じでね、やったらいいか。でもほんと編集技術もすごいなと思うしね。なんかね、僕だから一人でね、家でこう、細々とやってるんだけど、コラボなんかね、やってみてもね、思うんだけどね。ただね、こんなしがないおじさんにね誰がコラボしてくれるんだちゅうところもあるんですけど、また話戻っちゃいますけど、いろんな皆さんからのコメントだったりとか、他の方の鬼滅動画の配信なんかを見させていただいてね、全然原作者でも何でもないんですけど、グッズにも携わってる人間でもないんですけど、嬉しいなと思ってね。これだけ愛されてる作品ってないですよ本当に。こんなね、しがない人生を送ってきた僕に光を与えてくれた。まあ、会ったことはないですけど、たくさんいる鬼滅のファンの方たちと交流する機会を与えてくれた。配信を見させてくれた。って考えるとね、本当にね、この鬼滅の刃の作品っていうのがより愛おしく感じますしね。僕、ラルクも好きなんですけど、僕はね、この先においても、鬼滅の刃に関する動画っていうのは、ずっとね、ブレることなく続けていきたいと、本当に思っております。鬼滅の刃に囲まれた家を見てね、感謝してもしきれないなってね、今一人でずっと語ってますけど、ふとね、そういう思いが出てきちゃったので、ちょっとね、今回は、面白い話でも何でもないんですけど、まあね、いろいろちょっと語らせていただきました。まあたまにはね、こういうエンディングトークもあってもいいんじゃないかなと思ってるんですけど、鬼滅の刃の動画のね、配信されてる方、お声掛けしていただいてね、配信者側としてのなんか雑談トークみたいなね。なんかちょっと、ね、してみたいなとも思ってきましたしね。まあ、鬼滅の刃に関連したことですけど、いろんなね、ちょっとやりたいことがどんどん増えてきてるのでね、ボッチーズとの交流会とかね、一緒にイベントに出かけてみようとかね。まあね、そんな感じなんですけど、ごめんなさい、ごめんなさい、話長くなっちゃいましたけど、同じようにね、配信されている方たちも僕は友達だと思ってますし、いろいろね、お互いでこう、切磋琢磨しながら、鬼滅の刃の作品っていうのをね、一緒に盛り上げていけたらいいかなって思ってるのでね、別に僕はもう何もライバル視も何もしてません。とにかくね、まあ、友達感覚でね、こっちではこんな配信してるね、あっちではあんな配信してるね、いいね、みたいなね。そういう感じで見てますのでね、配信されてる方もね、気軽にお声掛けしていただければと思いますしね、僕も京さん、ココさんのね、生配信もちょくちょく見させていただいておりますけれども、そういうね、つながりもあってもいいんじゃないかなと思っております。そしてボッチーズの皆さんも僕の友達だと思ってますのでね、これからもよろしくお願いいたします。
今日はね、本当にハロハロハッピーっていうのをね、やりたかって、それに代わるこう、挨拶ってないかな、ないですかねっていうのを、本当は話そうと思ったんですけど、ちょっとまた鬼滅愛が溢れちゃってね、いろいろちょっと、配信側としての思いっていうのとね、ちょっといろいろ語らせてもらいましたけれども、ま、いいんじゃないですかね、たまにはね。はい。ということでね、エンディングトーク終わりたいと思います。配信されてる方、ボッチズのみんな、これからも、鬼滅の刃、盛り上げていこうぜ。花のない僕だけど、よろしくね。